社会保険料
皆さん抜かれてますよね、いっぱい引かれてると思うんですよ。それ私たち雇用主も同じ額負担してるんですね。だからめちゃくちゃ増えてるんです、負担が。健康保険料もそうですよね、所得税もそうですよね、どん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 上がっていってるんですよ。だからこんなに給料がしてるのに、こんな給料がこんなに低いんかっていうふうに思いました。で、100歩譲ってですよ、まあ、お国に払ったお金、それをちゃんと国民に還元する形で使ってくれてるんやったら、喜んで払いますよ。日本の国に対する家賃だと思って。だけどどうですか、一体そのお金どこに流れてるんですか。例えば電気代上がってますよね。うち事業所なんで、あの家庭用の電気のね、違うんですよ、結構高いんです。で、電気代が急にね、月ね10万ぐらい上がったんです。大きな工場やったら多分2、30万上がってるんちゃうかなと思います。めちゃくちゃ上がってるんです。で、うちはよく見てください、再エネ賦課金っていうのが加算されてます。その再エネ賦課金どこに行ってるのかよく考えてくださいね。あれ、隣の国に行ってるんですよ。いっぱい太陽光パネル敷き詰められてませんか。新幹線、私よく乗るんですけど、新幹線から見える景色が太陽光パネルだらけ。もうこんな状況ちょっと前まで考えられませんでした。で、久しぶりに姫路に帰ってきた時も、うわ、ここにも太陽光パネルあるわ、こっちにもあるわ、あっちにもあるわ。要するにそれって隣国の侵略ですよね。こんなん誰が得してるんですか。私たちが払ったお金どこに行ってるんですか。で、一体今の政府はどこに忖度して政治やってるんですか。日本の国っていうのは日本人のためのものでしょ。なのになんで日本人のためにお金使ってくれないんですか。もうそれがね、私本当に納得できなくて。そうですよ、移民もそうですよ、いっぱい入れてます。もう全く日本語がほとんど喋れない方も今から申請すれば簡単に降りるんですよ。私がね、学生時代の頃は私外国人の友達多いんですけど、帰化申請してもなかなか降りなかったんです。本当にね、日本人になるの、日本で生まれてるのに、生まれてここで育って日本語しか喋れない友達が帰化申請しても全く降りなかったんですよ。もうね、冷蔵庫の中まで調べられたって言ってました。それぐらい厳しかったその帰化の認可、今簡単に降りるんですよ。これが一体どういうことか分かりますか。日本人の顔をした、日本語を喋らない外人だらけになってくるってことなんですよ。そうでしょ。大阪特にひどいです。大阪は特にあのそちらで今演説をされている政党が、政権を握ってから本当に変わりました。もうね、周りね、中国人だらけなんですよ。で、中国資本いろんな土地買収してます。北海道だけじゃないです。大阪でマンションが古くなってきてるんですよ。中古のマンション一棟買いして、で、そこにいっぱい本国から呼び寄せて家族ごと引っ越しをしてきてる。そしてそこに住んでた日本人が居心地が悪くなって引っ越していく。そして空き家にまた隣の国から人がやってきて住む。もうその団地マンション日本人一人もおらんっていうところがあります。実際にそうやって日本の中に異国化できるんですよ。そこでは日本語は話されてません。おかしいと思いませんか。日本の国土は日本人のものです。それを外国人に簡単に売る、そんなことをしてたらもう国土の
って、いつしか高い家賃を外国人に払って、日本人が住まわせてもらってる、そういう未来を私は心配してます。私たちが生きる時代はまだいいかもしれません。だけど、私たちの子や孫たちが生きる日本がどんなことになってるんやろって考えると、もう本当に安心して死ねないです。私が医師でありながら、こうやって自分の診療所のこととかを考えましたけど、それを犠牲にしてでも立ったっていうのは、この国がなくなったら、この国が潰れたら、うちの心臓もなくなるな、そう思ったんです。だから家族が出ろと背中を押してくれました。自分のことだけ考えてたら、何もね、こんなところに立って演説してないですよ。百田さんもそうですよ、島田先生もそうですよ。国会議員になりたくてこうして立候補してません。国会議員になることは手段です。国を変えるための手段なんです。目的ではないんですよ。この国を何とかするために国会議員にならないとどうしようもできないんですよ。だけど今の国会議員どうですか。国会議員になることが目的化して、いい給料もらって、とにかくその国会議員っていう職業にしがみつきたい人多すぎませんか。本当に多いと思いますよ。国のことを思って政治をやっておられる立派な方もおられるとは思いますが、本当に今の政治腐ってると思います。このままでは日本は凋落の一途だと思います。そしておかしな政策ばっかりなんです。夫婦の選択的別姓、それ日本の戸籍制度の崩壊を目論んでると私は思ってます。これ絶対にダメだと思ってます。何も別に別姓にしなくても旧姓のまま仕事できます。私たち医者は結婚した後旧姓のまま論文もそのまま出してる女医さんいっぱいいます。そして政治家の先生の中にもいっぱいいます。全然大丈夫なんです。夫婦別姓にしなくても、もう日本の誇るべき戸籍制度、これは何としても守っていかなければならないと思っています。LGBT ですよ。日本保守党ができたのは LGBT がきっかけでした。あんな法律決まるわけないやろって思ってました。本当にだって誰も賛成してないでしょ。そんな性的少数者、その LGBT の当事者の人たちも望んでません。私の職業はね、訪問課なんですよ。訪問会なんです。で、訪問課にはね、実は性的少数者の患者さんが割と入れられるんです。私いっぱい見てきました。で、その患者さんがね、性転換手術もやって完璧に女になった、いわゆるトランスジェンダー女性ですね。その女性患者さんがおっしゃってました。女湯に男性器をつけた自称女性、要するに心は女なんですって言うからね、男性器を入れても女湯に入ってこれるっていう、そんな私でも発表しますって言いました。でもし本当に女になりたいんであれば、女湯に堂々と入りたいんであれば、神父たしろと、神父たってごめんなさいね、すごい下痢なんですけど、人事院を切り落とすことを業界用語に育つんですよ。はい、はい、それ私が言ったらちゃいますよ。患者さんがそう言ったんです。もう本当にそれはおかしいと。要するに女性を語る時間が増えるであろうとおっしゃってました。本当にその通りのことが LGBT
法が決まってから起こってますよね。決まる前から起こってたんですけど、でそこでですよ、女湯とか女子トイレとか更衣室とかに男性、もう外見は男性の女性が入ってきたら、女性は恐怖だと思いますよ。でそこでですよ、いやちょっと困るわ、あんな人が入ってきたって言って、例えば温泉の人に言った、そしたらその言った女性が、あなた差別ですよ、知らないんですか LGBT 法って、性的少数者をちゃんと認めないといけない通報ですかってって言われたらどうです、女湯入れないですよね。で実際に今の若い子たちもう LGBT 法が決まってから温泉逃げなくなったって言います。で子育てしてる若いお母さんたち、子供を一人で公衆トイレに行かせられない、もう安心してテーマパークとかで、あトイレ行っといで小学校の子供に言えないと言ってました。そんなね社会に誰がしたいのって言ったら、政治ですよ。これはもう本当に私は廃案にしたいと思ってます。廃案は無理でもせめてちょっと修正するぐらいのことはしないと、日本の秩序が本当に乱れてしまいます。そして医療の問題です。2020年から始まった流行り病、それに対して厚労省が取ってきた医療政策、これは本当にもう間違ったことだらけだったと私は医師として言いたいです。もういろんな感染対策もそうでしたし、2021年から始まった例の国民の8割が使用された液体、それによってなんか体調悪なった、病気になった、がんになった、亡くなった、そういう患者さんを私は現場でたくさん見てます。予防接種健康被害救済制度っていうのがあるんですが、まあ今まで45年間、ずっといろんな BCG とかポリオとか皆さんね、接種する過程で来られたと。で何か健康被害が起きた時には国に救済を求めて請求できる制度なんです。でそれの審議結果っていうのが厚生労働省のホームページに掲載されてますので、ぜひとも見ていただきたい。過去45年間に、接種されてきたあらゆるものよりもたった3年しか使われてない例の液体、8000件を超える健康被害が出てます。そして死亡認定、これは国が認定したんですよ。その液体のせいであったと国が認定したその数がもう900件に迫る勢いで増えてます。とんでもないことなんです。2021年から謎の死者数増加、22年、23年、どん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 死者数が増えてるんですよ。これだけの人がね、亡くなってたら、一体なんでこんなに人が亡くなってるんだろうって、普通調査しませんか？それが厚生労働省の務めだと思います。全く調査もしない。そして被害者救済もしない。そんな国民の健康、命を守れない国、ダメだと思います。いろんなこといっぱい重点政策項目、そのチラシに書いてありますので、ぜひ一つ一つ読んでいただいて、あさって選挙です。2枚目の東京用紙に日本保守党とぜひとも書いてください。日本保守党は国政政党になって、そして野党第一党になり、最後に政権
はい、ガラガラですね。あまりにも疲労なくなってね、後で皆さん見に行ってください。はい、まだそんなことは言うてないと思いますね。はい、さてね、皆さんにですね、もうね、ちょっと一つ私たちは心からと申し上げます。今回の選挙ね、27日の投開票日、そしてそれ以前の緊急投票、緊急投票も全部明日だけなんですけど、皆さん、どうか2枚目の比例ブロックの用紙では、日本保守党、あるいは保守党とご覧ください。これね、本当に大事な選挙なんですよ。なんか私たち、立法を何かしてますけど、これでね、かなり、操作としても、政権与党になるわけではありません、これでね。そして、政権、いわゆる、政治政党となってもですね、国政政党となっても、おそらく、これで一気に日本の政治を変えていくとは、ご覧ください。しかしながらね、我々今回、国政選挙なのは、これはね、皆さん、大きな一歩なんですよ。本当にこれはね、ものすごく大きな一歩になった。そしてね、先ほど、井上先生がね、皆さんにお約束しますと言いますけど、私も約束します。3年後、5年後見てください。必ず大きな勢力となって、日本の政治を動かしていきます。そのためにもね、今回我々は何としてでも、国政政党になる必要があるんです。皆さん、どうか、我々を頑張って支援してください。それでね、細かいことですけど、細かいことないか、結構重要だったんですが、2枚目の比例ブロックの投票日ですね、皆さんに書いていただきたいのは、日本保守党、あるいは略称としてね、保守党でも結構です。日本保守党、あるいは保守党とおっしゃってください。その時にね、保守党が好きだからというね、保守党頑張れとかね、保守党ナンバーワンとか、こんな書いたらね、無効投票になります。ですから、もう保守党、あるいは日本保守党以外のことは書かないように、どうかよろしくお願いします。私は島の先生が好きだ、みのり先生が好きだから言って、佐々木みのりとかね、島田洋一とかと、これも無効投票になります。ですから、あくまで日本保守党、あるいは保守党とお書きください。投票所にとかね、皆さんもっと書きたいことがあると思います。自民党クソやとかね、維新くたばれとか、そういうのも書きたい、書きたい気持ちは分かりますよ。ただ、ぐっと我慢するからね、これは弱くでやっても書いてあるんです。でも、どうしても書きたいという方はですね、1番目の小選挙区の壁に書いてください。はい、そこで好きなように書いてください。はい、裏使うのも結構です。ですからですね、私たちが本当にお願いしたいのは、もう一つなんです。皆さんね、皆さんのお友達、あるいは職場の同僚、あるいは近所のママさんと思います。そういう方ですね、どうか日本本当いいよと、本当に、私の話を聞いてくれと、じゃあこのチラシを読んでくれというふうにですね、日本本当の素晴らしさを皆さんのお友達にね、一人、また一人と、その輪を広げていただきたいと、心からのお願いです。こういうことはね、なかなかその友達同士も言いにくいですよ。友達同士だから余計にね、そういう政治の話なんかすると、もう気まずくなってしまう。あるいは会社で、ね、同僚の人なんか言うと、変なやつだと思われる。で、孫さんとかってね、みんな孫さんで一生懸命楽しくお茶飲んでるときですね、ちょっと、みんなが聞いてくれない。私、日本本当、すごくいいと思うとか言いたいからね。ね、やっぱりその空気もちょっと変になる。だからね、なかなかそういう親しい、なかなか言いにくい。この気持ちはよくわかる。でもね、今回はそれをあえて、それを分かっていながら、あえてもやりたいけど、今回の選挙はね、私たち日本、保守党だけじゃない。日本の命運がかかった選挙だと思ってるんですよ。それぐらい大事な選挙と思ってます。この一歩がね、後で、3年後、5年後振り返った時に、あの時の選挙で、日本は変わっていったかなと、そう思ってもらえる選挙にしたいと思います。ですから皆さん、どうかよろしく、1人でも2人でも政治を認めてください。お願いいたします。以上、これで、姫路の会見は終わります。皆さん、どうも姫路の皆さん、どうもありがとうございました。ありがとう。今日はね、この後また、ありがとうございます。
今日はね、明石の方に行きます。せっかくね、姫路に来たから、姫路城でも見に行きたいと思うんですが、残念です。まだ姫路城、今度ゆっくり見に来ますのでね、よろしくお願いいたします。はい。さて、はい、なんで、この後私たちすぐその明石に行かなあかんのですけども、ご希望の方は私たちに拍手差し上げたいと思います。あの、ね、立ち止まっても通常の姿を見てやってまいりますので、私もね、私とは違う店長、立っているというわけにはかまいません。立っているという作戦からないと通常のところでコンストが変わっておらない。ですから皆さん、ご希望の方は拍手のみよろしくお願いいたします。ありがとうございます。